ラージャガネーシャラージャガネーシャは、東インドのベンガルスルターガーサ、ラージャガネーシャ朝の君主、ラージャガネーシュとも呼ばれる。ラージャガネーシャによって建設されたディナージプルの寺院、ラージャ、ガネーシャのコインラージャガネーシャは、バトリアの領主だったとも、ディナージプルの知事だったとも伝えられている。また、その家系は400年以上続く家系であった。後、首都のパンー行き、 ベンガルスルターンアサに仕え、君主ギアースティームアーザムシャーの下で台頭した。1390年のアーザムシャーの死は、ラージャガネーシャによるものとされているが、歴史家フィリシュタとニザームティーンアーフマドはその死は、自然死であったと伝えている。だが、ラージャガネーシャはいずれにせよ、アーザムシャーの死によって、実権を握り、その息子、サイフティーンハムザシャーは、苦月となった。 フィリシュタはラージャガネーシャがこの王の下でとても兄弟になったと書き残している。その後、1412年にハムザシャーが死ぬと、息子シハーブッティーンバーヤズイードシャーが継いだが、1414 14年にこの王はラージャガネーシャーに殺害された。同年にバーヤズイードシャーの息子、アラーウッティーンフィールーズシャーが継いだものの、同年にこの王もラージャガネーシャーに敗され、 イリアス・シャーヒー・アサは滅亡した。こうして、ラージャガネーシャは王位を散脱し、新たに、ラージャガネーシャ長を樹立した。だが、その継承をめぐり、宗教的な問題が発生した。というのは、ゴールアサの侵入以来イスラーム教が根付いて長い、ベンガルにヒンドゥー教徒である、ラージャガネーシャが、ベンガルの王となることを、ムスリムの有力者たちが強く反対していたからだった。 一方、ラージャガネーシャも自らのヒンドゥー教の信仰を捨てて、回収する気はなく、両者はラージャガネーシャの死後、その後継者がイスラーム教に回収することで合意した。ラージャガネーシャの治世は4年と短かったが、その間に隣国のジャウンプル・スルターン・アサと領土を争い、ヒンドゥー教の寺院を手厚く保護した。1418年、ラージャガネーシャは死亡した。 後継者たる息子の宿は約束通りにヒンドゥー教からイスラーム教に改修し、その際にジャラール・ティーン・ムハンマド・シャート名を改めた。ありがとうございます。